11月3日金曜日、本日は、祝日文化の日ということでね、皆様今週も1週間本当にお疲れ様でした。いやもう11月ですよ。なんか10月一瞬でしたね。気がつけば11月、でおそらくこの11月も一瞬で終わって、気がつけば年末みたいなね、多分そんな感じになるんだろうなと思いますし、あと急に寒くなりすぎね、朝と夜寒すぎで、お昼暑すぎこの温度差ね、いや本当にやめてほしい。もう砂漠みたいな感じで、もう風邪ひいちゃうから、できればね、じわじわと、寒くなって、じわじわと、いやぬくくなっても困るんか、冬やからね。はい、ということでね、本日も始めていきます。アマツマガッチ365日チャレンジ256日目、よろしくお願いいたします。はい、ナイス、ヒロシ。できればここでね、ハイメンツハイメンツにしたかったな。はい、ヒロシののぶとい声で始まりました。いやー、まあできればね、ほんと今年中に取れたか取れたら一番ありがたいんですよね。気持ちよく年を越せるっていうね。はい、ミランダさんと。いやー、そらもう今年中に取れたか取って、もう365日目生配信できるっていうこの確約を得て、で、新年ね、もう、しっかり、最後まで勝率を上げて、もう、さらなる取れ高を目指して頑張りたいけど、間違いなく、310日目まで、取れ高取れないと思う。いや、この気持ちがダメよね。この気持ちがダメ。はい、隊長と。もう今日取ります。もう今日、もう、てか、常にやっぱ取る気持ちでね。まあ、常に取る気持ちもあるけど、引きが追いついてこないっていうね。気持ちと引きがね、気持ちと引きが追いついてこない。弱チャンス目、弱、ダメだってもう。まあ、これしてるから多分ね、取れないよね、取れたか。とりあえず先行弾、ま、バリスタナイス、高め、ありがとう。まあ、そらね、もうバリスタ打ってくれるなら先行弾経由しなくていいからね。からの爆弾ナイス。そして、はい、そう、弱チャンスでやっぱこう使わないと。ここでね、一発ヒロシのためさんとかあったら、まだ全然ね、50ゲーム残しあり得るんだが。いや、最初に話した話なんですけど、寒すぎる、本当に。で、お昼暑すぎる。マジで風邪ひく。てか、風邪ひいたしね。風邪ひいたし、治ったのにまた風邪ひきそう。鼻がね、ずっとグスグスしてる。はい、先行玉。これマジ、もっぱつバリスタあれば。いや、これ、毒投げナイフ、マジか。有能すぎる。2ゲーム連続アイテム使うっていうね。アイテムランブいいぞ。ここマジバリスタ打てたらさ、早期討伐まだ全然見えてくるよね。いや、だいぶテンション上がったわ。結局はユウくんがアイテム中になれるかどうかってのもね、大事なんよね。だって今もちょっと鼻がもうね、鼻が、ぐすぐすしてるんよね。すごい喋りにくいっていう。もともと滑舌悪いのに、なんかさらになんかもうね、悪くなるんよね。鼻が詰まってると。なんかしっかり喋れてる感じがしないっていう。ここヒロシタメさんかましちゃう？弱攻撃。いま、早期討伐はまだわからないけど、だいぶ安定してる今のところ。かなりいいペース。
かなりのベルレン、そしてで何もしないっていうね。いやーやめて、本当に何かして、何か、何でもできるじゃないですか。弱攻撃とか、そう、しっかり連携して、なぜリプレイで、おかしくないこれ。おかしいよね。さっきまでめちゃめちゃさ、ベルレンして、なんでこの、いきなり来たリプレイで、連携するのっていうね。逆でしょ、これ。弱チャンスめ。いや、ちょっとなんかずれてんだよな、本当に。これ今、リプ4連目よね。感電させればね、マジでまだあるからね。ある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 。リプ5連目。リプ6連目。よーし、感電したぞ。うわ、マジである。7連目よね、これ多分。てか、もう感電してよくね？なぜ感電しない？うわ、マジかー。7連したよね、多分。リプ7連で、感電率なんぼないの、ラマツって。そう、モンスターによってね、感電しやすさしにくさありますもんね。A、B、C、D で分けられてたはず、確か。僕の記憶が正しければ。で、ハプルボッカと、ナルガクルガと、ハプルとナルガかな、一番しやすかったのって。キンレイヤも、いや、そっか、ハプルとナルガやったかな、確か。いや、ちょっと惜しかったな、さっきのは。まあ、ヒロシは落ちたけど、まっすぐに帰ってくるでしょう。これ、もっぱつ毒にしてきたら、だいぶでかい。いや、もうこれ、いや、まあ、ヒロシおらんから何とも言えんけど、バリスタでもいいよね。大皿負けた。いや、これは有能よ。で、氷水化。で、ここで即、ヒロシ呼び戻します。33% リバのリバリスタ。で、もうごちそうさまでしょ、これ。あ、ユハイク。音声認識、よし。あとは僕が 33% 取ってるかどうかね。鼻がもうマジで。鼻がさ、もう、ぐすぐすしてさ。リバーはないかな。いや、ちょっとここからお見合いモードに入らなければね、大丈夫なんですが。嫌な予感がするよね。なんかこうなったらものすごく嫌な予感がする。で、大体その嫌な予感と当たるんよね。割と転倒の蓄積も溜まってる気がするんだが。お見合いしちゃってるわ。お見合いしちゃってるわ、もう。もう隊長とミランダさんの方もお見合いしちゃってるしね、もう。いや、これちょっとまずいぞ。転倒間に合うかどうかでしょ。転倒もしくは毒が間に合えば多分大丈夫。自分たちのね。自分たちのね、これ。もうさっきと動きが全然違うんだが。アジャクチェ。いや、ドック間に合わんかな、これ。ドックさえ間に合えば、あとちまちま攻撃するだけでいけると思うよね。いや、ここはもう、ミランダさん、タメさんでしょ。隊長、ど寒いと思う、この、この4人の中で一番、一番選ばれて欲しくなかった隊長が選ばれるっていうね。第3停止。これ 6.25% 取ってない？反撃しないし、まあ、取ってないよね、さすがに。うわ、まずい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 。まずいって、おかしくない？本当に。いや、これ、転倒か毒、どっちか間に合ってくれれば、あるんだが、あ、これ、転倒しない？ナイスなんだよな、マジで。いや、ただまだ分からんからね、正直。まだ分からんからな。そう、昔の僕なら、やりましたーって言ったけど、僕はもう今ね、そんな簡単に油断する人間じゃないから。
マジでもう HP じゃない。いや、あっとるよね。HP ゲージ ?HP ゲージがゼロになるまで僕はもう喜ばない。ナイス!ここでやっと喜べるからね、モンハン月下は。マジで。あそこで僕喜んでたら多分ね、この振り分け取れてませんでした。いや、結構危なかったよ。最初めちゃめちゃええ調子で攻撃してたのに。案の定お見合いモードに入ってね。あとは僕が本当に剥ぎ取りチャンス伸ばせるかどうかだよね。マジで。結局は。一番正直やっぱやってやったぜっていう感じがある取れ高ってやっぱここの20個だよね。マジで、ほんと頼むわ、マジで。ちょっと夢見せてくれ。夢見せてくれってか、僕が見せる側ですけどね。いや、頑張ります。頑張ります。頑張ってるんです、これでも。これでも頑張ってます。ゼロ達だけども、気持ちは頑張ってます。スタパネ消えたファイヤーエース、これもあれでしょう。もうレインボーにね、光ってね、青ならバチーみたいな。赤天井でした。いや、まあ、こっからまだ奇跡あるからね。うわー、もう奇跡ないわ。あとだって、1個で17個。いや、1個で17個なんか取れたらもう、とんでもないよ。赤でナイス。いや、まだ、諦めてないけどね。諦めたらそこで試合終了ってね。本当にもうその通りだから。いいぞ。可能性はゼロではない。まあ、ゼロに近しいけどね。合計7個。まあまあまあ、今から、これ前言ってるけど、ある程度取れたら僕毎回、まあ今から5000枚出すには、みたいなね、ずっとこれ言ってるわ。まあ平均ぐらいですかね。まあでも平均じゃダメなんよ。しっかり20個足らんといけん。はい。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。この動画よろしければぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録のとこ、登録がちょっと言えなくてね、もう本当に。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい。皆さんも風には本当に気をつけて。また本当引きそう風。引いてんじゃねこれもう。あのね、風邪引きそうというか引きかけてるなって思ったらもう即ね、まずあの引く前に薬を飲む。これ一番大事です、本当に。できてない人間が言うのもあれですけど、間違いなくこれで風邪はだいぶ収まる。というか、なんて言うやろ。悪化しない。はい。僕、僕もが言えない。なんかもう鼻が詰まってね。僕も風邪薬飲んで寝ます。まあ今日、今現在、ホラーゲームやってると思うんですけど、もしよかったら見に来てください。ということでね、本日もご視聴いただき、ありがとうございました。ヘルニー、マジ?え?筐体振動、もみじガッチャ、これ、リーチ目じゃないでしょ。第一選手は?え?何これ?いや、弱チャンス目、おわ、リーチ目。強チャンス目もあるんか、こっから。リーチ目?強チャンス目。乗ってる。マジか。これ、直のせでさ、3桁からのズバリいかん?あ、10ゲーム。これはもう、筐体振動プラスモミジさ、これ300ない?鬼武者だぜ。
安っ。安っ。